こんにちは、本気のバスコン塾の三浦です。今回はですね、一歩先を読む4回目ということで、プログラミングを通して、まあ、プライベートとか仕事とか関わらず、まあ、一歩先を読む力をつける、問題解決能力をつけるということをテーマにやってきました。で、前回は、外国語対応をしようということで、外国人の方が、自分が作った自動券売機を作るシステム、を作った時に、まあ、不具合が起きるので、そのあたりは、修正していきました。で、今回はですね、まあ、修正といいますか、ケース対応ではないんですけども、これまで作ったプログラムを、まあ、まとめてみる、効率化ということをちょっとやってみたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、ではやっていきたいと思います。今回はですね、新しいケースに対応するというよりかは、効率化を考えていくということをテーマにしてやっていきたいなと思います。で、この自動券売機システムなんですけど、普通のお釣り計算とか日本語英語化ができたりとか、あとは、金額がマイナスになった時に、まあ、表示するっていう部分ができてるかなと思うんですけども、これ今って千葉にしか対応してないんですよね。まあ、そもそも後でやりますと言ってたんで、そうなってるんですけども、ここの横浜とか、熱海をクリックしても、計算は実行されないということで、この横浜と熱海の、計算を、入れていこうと思うんですけども、その時に、まあ、ちょっと工夫をすることで、各ソースコード、プログラムコードですね、プログラムコードの量を減らすことが、できますし、その効率化を考えるという、きっかけになるんじゃないかなと思うので、やってみたいと思います。で、現在この千葉ができているので、覚えてますかね。これどうやったら千葉ボタンを押したらプログラムを動かすかというと、右クリックして、この三角マークを押して、三角じゃない、点点点マークを押して、スクリプトを割り当てを押して、この千葉ボタンというのが入っているので、これクリックされた時にこのプログラムを実行しますということで、この、ツールのスクリプトエディターを押してもらったら、このプログラムファイルの方に行くかなと思うんですけども、こちらのこの中にあるこれですね、千葉ボタンという、これメソッドっていうんですけども、千葉ボタンという、プログラム群ですね。ここからここまでがこう、ここですかね、クリックされた時に、実行されるというふうになってます。はい、なのでこれを逆に言うと、これをコピーしてあげれば、ちょっと縮小しますね画面、これをですね、このままこの千葉ボタンまでですね、ここから千葉ボタンをコピーして、この後に貼り付けて、横浜なので、千葉ボタンという名前を、横浜に変えます。横浜ボタンと。で、預かり金っていうのは同じ D の12に入ってくるので変える必要はなくて、ここですね、横浜までの運賃を、400円なので400にします。半角で入力してください。で、千葉運賃となっている変数を横浜運賃に変えます。で、ここの下、千葉運賃になっているところもこれに置き換えてください。はい、で、この状態で保存していただいて、この券売機 の、このボタンをクリックして、ここを押して、スクリプトの割り当てで、横浜ボタンと入れて OK を押すと。そうするとですね、横浜を押した時に500円のおつ、400円切符なので、お釣り100円というふうに自動計算されました。いい感じですね。1000円入れたらお釣りは600円ですよと。はい、いい感じに出ました。で、今度この熱海もまだ今機能してないので、今作ったじゃあ横浜の部分をこうコピーします。で、エンタリカをして、ここで貼り付けて、横浜を熱海に変えて、で、今度は、運賃を熱海までの運賃、あ、これ実際のもちろんですが運賃ではないので、旅行行かれる方は調べてください。熱海運賃にしてコピーして、ここに貼り付けます。
で、金額700円なので、700と入れて保存すると。今、上から見ると千葉ボタンっていうのと横浜ボタンっていうのと熱海ボタンというのが書いてあって、で、ここをクリックして同じようにスクリプトの割り当てから熱海ボタンと入れて OK を押すと。はい、で、実行するとですね、はい、計算されましたね。もしこれ100円だったら熱海の場合はお金がないと出ますね。大丈夫そうですね。はい、これでこの、自動券売機システムの、千葉以外の横浜、熱海の、チケットボタンも完成しました。で、今これを作ってたんですけども、このプログラムの方ですね、作ってる時に違和感を感じたというか、すごいなんか無駄なことをしてるなと、もし直感でもいいので感じているのであれば、かなりセンスがあると僕が言える立場ではないんですけども、いいんじゃないかなと思います。僕は昔こういうプログラムを書いて怒鳴られてました、なんですが、何がダメかというとですね、この千葉ボタンと、この横浜ボタンのグループで、こちら熱海ボタンのグループってほとんど同じなの分かりますか？もともとコピーしてるので、まあ同じなんですけど、具体的にじゃあどこが同じかというと、この、預かり金を取得するこの最初の 1,2,3,4,5,6,7,8 行ぐらいですかね。これはですね、どこのプログラム群、どこのボタンを押しても同じものが実行されてるんですね。またこちらの、運賃の後の計算、まあ、ここの変数名はちょっと千葉とか横浜で変わるんですけど、お釣り計算してお金が不足してますとか表示してるところは、どこのボタンを押しても同じ計算式がされてます。まあ計算式プログラムが実行されてます。これが無駄と、もうプログラムをどんどんやっていく方は感じないといけないですし、別にプログラマーとかになりたくない方であっても、こういう同じことをしてるっていうのは何かうまくやれば改善できるなという考え方を持つとすごいいいんじゃないかなと思います。じゃあ、プログラムの場合はそういったものを効率化することができ、共通化とも呼ぶんですけども、することができるので、今回はそれをやってみたいなと思います。じゃあまず上部分ですね、この預かり金を取得するまでの部分、はい、これをですね、1個の、プログラム群にちょっと分けてまとめてみたいと思います。ちょっと意味がわからないかなと思うのでやってみますね。ここにですね、新しく、ですね、熱海ボタンの下ぐらいがいいですかね。エンター2回押してもらって、ちょっとまた倍しますね。あ、場所はどこでも本当はいいんですけど、ファンクションって書いて、何しも、預かり、計算、カルキュレーターとか、計算機とか言うんで、預かりカル、って入れます。うん。これ名前なんでもいいんですけども、これ何をする部分かというと、預かり計算をする部分という、プログラム群を作りたいと思います。そろそろこれプログラム群と呼ぶのをやめて、これメソッドと呼ぶんですけども、結構単語がいっぱい出てきて辛いですかね。こういうプログラム群のことをメソッドと呼びます。はい、この、1群ですね、この群をメソッドと呼ぶんですけども、預かり計算をする、メソッドというのを作っていきたいなと思います。で、じゃあ、ここで何をするかというと、この熱海ボタンのとこから拝借してくるんですけど、ここからここまでですね、まずスプレッドシートを取得して、現在のシート情報を取得して C4 をクリア。 C4 っていうのはここの、お釣りがありませんっていう部分ですかね。あ、お釣りじゃない、お金が足りませんっていう部分をリセットして、 D12、投入金額ですね、預かり金、預かり金を取得する部分までを、コントロール X とかで切り取ってしまって、この預かり計算にぶち込みます。
で、もうこのロガーっていうのログ出力に関してはもう使わなくなったらいらないので消しといてもらって大丈夫です。はい、そうするとですね、上の部分が熱海ボタンの中から消えてこっちの下に移動しました。で、今これを実行するとバグるんですけども、それなぜかというと、この熱海ボタン実行した時に、まあこの熱海ボタンのプログラムメソッドが実行されるんですが、この中だけだと預かり金っていうのがない、計算されてないんですよね。取得されてないんですよね。で、それを取得できないと、エラーが出ます。預かり金がいくらかないよっていうエラーが出てしまうので、じゃあどうするかというと、まずこの預かりカル、っていう預かり計算の、メソッドプログラム群っていうのを先に実行して、その後にこのプログラム群を実行するようにしてあげます。で、どうするかというと、こちらの熱海ボタンの中に、なんだっけ、預かりカル、今ここで作ったこれコピーしてもいいです。このメソッド名をコピーしてカッコカッコつけてセミコロンかな、これをするこう書くことでここの、メソッドを先に読み込むというのは実行する、ことができるようになります。はい、で、これもうちょっと追加しないといけないんですけど、実行しただけだと、ちょっと物足りなくてですね、この最後、この預かりカルという、預かり計算の、メソッドの中に、この最後に、リターン預かりというのを、書いてください。リターン預かり、セミコロン。で、保存します。はい、でこれ何してるかというと、この預かり計算というメソッドが実行されたときに最後この預かり金が取得できるじゃないですか。これをリターンなんで返しますよという部分になります。はい、でこれを追加するとですね、この預かり計算をまあこれメソッド実行したときにこの預かり金っていうのは返ってきます。もちろん預かり金が欲しいのでこれを実行しているので返ってきて欲しいものなんですけど、このリターンというのを書くことによって預かり金っていうのが返ってきます。で、じゃあ返ってきた数字、預かり金の金額を、取得してあげないといけないんですね。ここでまた変数が必要になって、変数預かりと入れて返ってきた預かり金、例えば1000だったら1000というのを入れてあげる変数というのを作ります。そうすることでここに預かり1000円っていうのが入って、この後スムーズに預かり金が決まったので1100-700で300という風に、繋がっていく、計算されていく感じになります。まあ、厳密には今熱海ボタンというのを押すとバグるんですけども、それはちょっとこの後修正しますんでお待ちください。はい、でこれ上の部分が、このように外に出すことができました。はい、で今度はですね、この下の部分ですね、お釣りの計算の部分からこのなんかいろいろお釣り表示とかお金が不足してます部分っていうのも、外に出してあげることができます。じゃあこの後に行きましょう。ファンクション、お釣り、カルで、このお釣り計算というメソッドを作ります。はい、でここに、同じようにこの熱海ボタンの中からこのお釣り計算の部分と、お釣りの表示部分ですね、ここをコントロール X コマンド X 切り取って、ここに貼り付けると。はい、これで別のメソッドにすることができました。ちなみになんですけど、このお釣り計算の方っていうのは最後、シートにデータを入力するだけなので、このメソッド自体は他で使うこと、呼び出すことはあり、なんていうかな、
ここのメソッドからさっきみたいに、預かり金とかを戻してあげる必要がないんですね。これちょっと分かんなかったらパスでもいいかなと思うんですけど、なのでここのメソッド内にはリターンは書きません。先ほど書いたこのリターンという部分は書きません。で、このログ部分はもういらないので消しておきましょう。で、保存します。はい。で、ですね、このお釣り計算のところなんですけども、ここシートに文字を入力しないといけないんですね。で、このメソッド内にそのシート情報というのが、取得今できてない状態になってしまうので、この預かり計算のところからこの2行をコピーして、ここに貼り付けておきましょう。はい。そうすることでこのシートの部分が青色になってエラーがなくなりました。これないとですね、ここは黒くなってるんで、これだとエラーが出てしまいます。この辺はやってて慣れてくると思うんで、最初実行してエラーが出たら修正する感じでいいかなと思います。で、これで、お釣りの計算部分ができました。で、まだここ、変数が黒いままなんですね。これ黒っていうのは、その変数がないですよっていうことがあるので、で、このお釣り計算の時は、この預かり金と熱海運賃を使ってお釣り計算するじゃないですか。なので、この、お釣り計算メソッド内で、預かり金と熱海運賃っていうのを、計算するんですけども、この状態だと、どうしようかな。ここにじゃあ先ほどと同じように、メソッドをここで読み出してみます。お釣り、計算メソッドを呼ぶと、はい、これで、この後お釣り計算メソッド、この熱海ボタンを押されたら、まず預かり金計算で預かり金取得して、熱海運賃と預かり金が出て、お釣り計算をこいつを実行、その後に実行する、ようになるんですけども、今度この預かり金と熱海運賃っていうのをこのお釣り計算のメソッド内に渡さないといけないんですね。ここで必要になるので、なのでそういう時どうするかというと、渡す時はここに預かりと熱海運賃というのを書いてあります。そうすることで預かり金と熱海運賃をこのお釣り計算メソッドに渡すことができたので、ここに熱海運賃と書くとここに入ってくるので、この後ここに、この入っていた数値が引き継がれるという感じですね。この効率化の部分はプログラムでもちょっとややこしい部分なので、分かんなかったらあんまり気にせず飛ばしちゃってもらってもいいかなと思いますが、後々プログラムを書いていくときは絶対必要になる部分なので理解いただければと思います。はい。で、この状態でですね、この熱海ボタンのプログラム内はもうこんだけすごいシンプルなものになっちゃいました。もともとこんだけこういうご飯ボタンがあったのがすごいシンプルになったと。で、この状態で、熱海ボタンを実行するとですね、これもともと一緒だから計算しようかな。今あんのか知らないんですけど、2000冊をもし入れて熱海運賃を押したとしたら、お釣りは1300円になります。はい。で、これで同じようにボタンを押すことで、お釣り計算がされました。プログラムは見た目上 こんなに変わってるのに、計算は同じだったということですね。はい。で、今こんな結構めどくさいことしたじゃないですか。で、これなんでこんなことをしたかというとですね、この後ですね、大きく変わってくるんですね。というのも、先ほどまでこのめっちゃ長いプログラムが千葉ボタンと横浜ボタンと熱海ボタンで3箇所も超長い文章があったんですけど、今こう共通化してしまったんで、他の2つも、プログラムコード短くすることができるんですね。これコピーしてしまって、
難しいな。一回全部消しちゃいますか。この、横浜ボタンの中全部消して、コマンコントロール V コマンド V で 上に貼り付けて、こうすると横浜ボタンの中もまずは預かり金が必要なので預かり金取得して、で今度これが、横浜に直しましょう。横浜が400円、横浜運賃、こうですね。これめちゃめちゃ短くなってませんか。これで保存するとですね、問題なく動くはず。あ、動きましたね。2400円の2600円、これで以前と変わらずプログラムできました。でこれまたコピーして、今度こちらの千葉ボタンの中も変えちゃいます。で、千葉のボタンの時もまず預かり金取得して、千葉までの運賃で200円かな、200円、千葉、はい、これで保存します。で、千葉運賃を押すと、はい、なりました。どのボタンを押しても、プログラムが実行されてますね。はい、なんですがプログラムは、千葉、こんだけ、こっちは横浜ボタン、片山ボタンと、こんな短くすることができたんですね。これわかりますかね。これ、外にプログラムお釣り計算と、預かり計算を書いたんですけども、実際は、横浜ボタンと、熱海ボタンで、まあ土地場ボタンで3箇所書かれたものを1個に共通化することができたんですね。なんで、まあ、実質、2回分のプログラム文章行数を削減することができてるんで、プログラム自体は、の量自体は短くなってます。で、まあ自分で書くときもそうですし、仕事で書くときもそうなんですけど、こういうふうにできるだけ効率化して書いてあげるっていうことが非常に重要で、逆にそれをしてないとすごい読みにくいプログラムコードになってくるので、この効率化っていうのが非常に重要になってきます。で、このお釣り計算の時、今どこのボタンからもこのお釣り計算読んでるじゃないですか。これちょっと補足なんですけど、ここのお釣り計算のメソッドを作ったんですが、ここに今熱海運賃入れてたんですけど、これをですね、熱海じゃない変数にもし無意識にしてたらすげえなと思います。というのもこれ共通の、メソッドなので、具体的な熱海とかは本来ないんですよね。いろんなとこから参照するので、なので例えば運賃とかにしておくと、これは共通のメソッドなんだなと後々分かりやすくなるのでいいかなと思います。変数名は正直何でもいいので、ここに括弧の2番目に取得してきたものが、この運賃という変数に入るようになります。はい、これでプログラムがちょっとかっこよく綺麗になりましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、プログラムの効率化、をちょっと考えてみました。はい、いかがだったでしょうか。この効率化なんですけども、そのまあ、プログラムに関わらず、通常の業務でも同じ作業を何回もしてるなと思ったら、どうやったらそれを、簡単にできないか、まとめられないかということを、考えると、結構仕事にも生きてくるんじゃないかなと思いますので、参考にしてみてください。はい、今回の動画は以上となります。内容が良ければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。